未制御とは、魚類の成長過程における段階の一つを指す。一般的に使われることが多い、幼魚や若菜はこれに含まれる。その種として、見分けがつく程度に成長しているが、制御とは文様などの外見的特徴が異なることが多い。しかし種によっては、大きさを除いた外見が制御とそれほど変わらないものもある。行動の様子や、整理機能は、 制魚のそれに近づく。鱗が形成されてから成熟するまでの期間を示す。成熟が完了すると制魚と呼ばれる段階に入る。縦島巾金着大の幼魚、さざ波や皇族に含まれる一種の幼魚未成魚の期間は制魚と比べ同じ種とは思えないほど大きく外見が異なる種もある。これらの種は生魚とは 別種として扱われていたことさえあった。典型的な例としては、縦島巾着台や巾着台などが知られている。多くの場合は、制魚と同じ名称で呼ばれるが、出世魚と呼ばれる魚は、制魚とは異なる名称が使われることがある。ブリ、ボラ、マイワシ、スズキ、この城などがそれに当てはまる。ただし、この城はこれに含めないとする意見がある。伊田ヒト 小学館の図鑑ネオ魚、小学館2003年 P184? 伊藤勝利、図節魚たちの世界へ、川で処方新社、1999年 P104、伊田仁ほか、小学館の図鑑ネオ、魚、小学館2003年 P120。ありがとうございます。